ナチュラルローソンは株式会社ローソンが首都圏に展開する健康志向の商品を扱うコンビニエンスストアである。ローソンの親会社が大英から三菱商事へ移動した後の2001年より事業を開始した。自社や他社が展開するコンビニエンスストアとの差別化や女性顧客を対象とした新たなターゲット層を増やすなどの目的で展開。現在は東京都を中心に 首都圏で店舗を展開しており、ロードサイド型店舗だけでなく、地下鉄駅構内で小規模店舗も運営されている。また当初は、ほとんどが直営店であったが、最近ではいくつかの店舗がフランチャイズ化されてきている。以前は、近畿地区へも出店していたが、2007年の秋に完全撤退し、最後まで残った店舗は、ローソンプラスナチュラルセレクションとして、 ナチュラルローソン商品も一部扱うローソンプラス店舗に転換された。またこれとは別に関東以外の店舗でナチュラルローソンセレクションという例外的な展開をしているところもある。これらの店舗もナチュラルローソンと同一のロゴマークを採用している。看板の色は通常のローソンとは異なり、園児色またはクリーム色である。ロゴマークも 独自のものを採用している。また、店舗従業員が着用する制服も、通常の青色看板のローソンで使用されている、縦の青白島をあしらったものとは大きく異なり、白い無地のカジュアルシャツと茶色の前掛けとなっている。店舗内は、通常のローソンなど、他のコンビニエンスストアでも扱う商品の他に、低カロリーの弁当、惣菜、オーガニック食品、輸入菓子、 フェアトレードや地球環境に配慮した商品などを販売しているのが特徴である。ナチュラルローソンオリジナル商品や他のコンビニエンスストアでは扱われない商品については他のコンビニエンスストアの商品より価格が比較的高めである。また他のコンビニエンスストアで扱われる商品の中で添加物やコンセプトなどの関係で適切でないと判断されたものについては ナチュラルローソン全体で扱いを中止している。なお、オリジナルの弁当や惣菜等の食品においては、タニタやスープストック東京、アンチエイジングレストラン、リレなどの企業、店舗とのコラボレーション商品を独自に展開することがある。ファーストフーズも通常のローソンとは異なる。多くの店舗では焼きたてパンを提供しており、中でも主力商品のギフフフェリは、 スイスに本社を置くアリスタ社のヒーイシュタントブランドを採用している。また、入れたてのオーガニックコーヒーを販売する店舗やベーカリーカフェの看板を掲げてイートインコーナーを設ける店舗もある。その他、ソフトアイスや中華まんなど季節に応じたファーストフーズも販売される。コンセプトの違い等により通常のローソン等にある揚げ物系のファーストフーズは扱っていない。 さらに専門店との提携により、コーヒーショップ、元屋エクスプレスや、生花店、野菜ソムリエの店、EF の商品、サービスを提供する店舗もわずかながらある。ありがとうございます。